アローハーエブリワン、久々の投稿です。ハワイの雨方エヴァンです。皆様いかがお過ごしでしょうか。8月に入りまして、いろいろまた状況が変わってきてますので、コロナの状況などを含めアップデートしたいと思います。まずハワイは感染者数がちょっと激増中です。ここがですね、4月からの増加のチャートなんですけど、やっぱりその、ロックダウンちょっとこう増え始めて、1日何十時間何十人とかになって、その後やっぱりロックダウンしたせいでかなり数を抑えられたんですが、独立記念日、そしてメモリアルウィークエンドなどでちょっとまあみんなの気が緩んでですね、今ボーンと伸びちゃって、4月末にはなんと124人1日で感染者が出ちゃうっていう、とんでもない時代になってます。昨日が86人かな。なので、ちょっとこの2週間後ぐらいまたちょっと増えるんじゃないかなっていう、危惧知ってるんですけども、そこで昨日、ルテネントガバナーが、副知事がまた2週間から4週間のロックダウンをしなきゃいけないんじゃないかっていうことをちらっと、ほのめかしています。おそらくもうこのままだとみんな全然マスクしてビーチ行ったりしないんで、数が増える一方になっちゃうんで、やっぱりこれしっかりもう一回やって数を劇的に抑えるっていうことは必要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。そんな中ですね、もう8月に入ってハワイの公立校は実はもう新学期の時期です。だけれどもですね、先週、DOE ってまあ、教育委員会とか先生とかの、まあ、緊急会議があって、やっぱりこれ順位まだ足りないよねということで、8月12 17日新学期スタートちょっと遅らせて、その間に先生がまあ学校の準備をしたりとか、受け入れ体制をもう一回トレーニングしたりとかっていうのをやるって言ってるんですけど、これもちょっと前つばものです。なぜかっていうと、今もう子どもも実際感染するよっていうのが分かり始めているので、子どもが感染したら、まあ子どもが持って帰ってきて親にとかおじいちゃんおばあちゃんに移ったりとか、あとは先生がですね感染しちゃう、あと用務員の人とか働いてる人も感染しちゃう、でそこからまた広がっちゃうんじゃないかということで、今学校がもしかしたらまた新学期のように完全にオンライン化になるんじゃないかっていう噂もあります。この辺はですね、やっぱりこの数がどう動向していくかっていうのと、あとは本土の状況どうなっていくかっていうのも関係してくると思うんですけども、非常に面白いのがですね、ハワイって、まあ、アメリカ全部そうなんですけど、公立校でも学校によって全然が方針違うんですよね。うちの子供は上が中学ですけど、下幼、小学校幼稚園で3人実はまあバラバラの公立校なんですけど、それでも全然同じ公立校でも方針が違う。で学校でそれぞれやっぱり準備しなくちゃいけないところがあって、例えば透明のプラスチックの板を貼って生徒と席と席の間を話し分割したりだとかっていうのは、なんとあれは州とか連邦から普及されるじゃなくて、学校がですね自分たちの予算から、独自に購入しなきゃいけないっていう、このアメリカの、ポリシーのなさ、これがまあ広がっている原因にもなってるんですけど、うちの三男が今度行く新しい学校はなんとその透明クラシックアクリル板をですね、日本から学校が直接輸入して、例えばカフェテリアで子供と子供のグループの間につけたりとか、席と席の間につけたりとかっていう準備を自らやってるそうです。で、今ハワイ州ではですね、クラスを名字で2つ、名字順に2つに分けて1日ごとに登校する組、オンラインでやる組っていうのを1日ごとに分けていこうっていうのが、まあ、大半のやり方ですね。でもさすがアメリカでして、やっぱりその個人で、考えて自分の子供の方針を決めるっていうのはすごい あるんですけど、例えばもう子供を公立校なんですけど、まあ行かせるのやめて
まあ、他私立だったら退学させて休学させたりして、完全なオンラインスクールに自分で入れちゃう、もしくはホームスクールに塗ってで自分で家で教えるっていうのを自分の子供にさせる人が多くて、結構学校から離れていく子供も多いです。あとはですね、先生が辞めちゃってます。先生がこんな状態では仕事に戻れないよというので、辞めてる先生の友達が何人もいるぐらいです。ただ本当にこのコロナがですね、あの僕なんかの周りにもこうひたひたと足音が聞こえてると言いますか、例えば地元のスーパーセーフウェイで感染者が出たりとか、あとは子どものサッカーチームの知り合いのチームで感染者が出てもう練習止まっちゃってるとか、あとは、まあ、昔コストコもありましたけど、その辺の本当に身近なところまで迫ってきているような感じがしてますね。なので思ったより広がってるっていうのがちょっと心配なところです。日本の観光の方の件なんですけども、これどうやらですね、今日も知事が言ってましたけど、本来は今9月1日からアメリカメインランドからはその14日間の強制隔離なしで受け入れましょうという方針がまだあるんですけども、どうやら今本土の数が全然増えちゃってるんで、これはまた延期せざるを得ないんじゃないかっていうのがある中、どうやらですね、ハワイ州政府と日本政府が交渉していて、日本は比較的少ないと言われているので、日本人の観光客をまず、自国のメインランドに受け入れる先立って、ここが OK さえ出れば了承次第ありますけども、日本の観光客受け入れるんじゃないかなっていうのが今日も、知事がほのめかしてました。経済回らないので、まず本当に観光日本の方来てほしいっていうのが本音だと思います。ちょっとこの辺はですね、またどれぐらいかかるかわからないんですけども、1、2週間で、もしかしたら何らかの発展があるかもしれません。それでは、本当に逐一報告していきますので、皆さんもよろしかったら、登録してみてください。それでは、I will see you in my next video. Aloha! まあ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 、うん、これぐらい。いい、同じぐらい。いや、遠くにね、遠くに飛ぶんだよ。大丈夫大丈夫。お兄ちゃんと一緒にやろうじゃ。うん。